ハインリヒ・ホルライザーは、ドイツの指揮者。一般に、オペラ指揮者並びに、オペレッタ指揮者として認識されており、とりわけ往年の名女性歌手ギネス・ジョーンズとのコンビで、知られる。ミュンヘン音楽演劇高等学校に学び、ビースバーデン、ダルムシュタット、マンハイム、デュースブルクの歌劇場の指揮者を歴任する。1942年から1945年まで。 デュッセルドルフ歌劇場の音楽監督に就任し、1945年から1951年まで、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団及び、バンベルク交響楽団、北ドイツ放送交響楽団、ケルン放送交響楽団、フランクフルト放送交響楽団の演奏会でも、指揮を取った。この間、マドリッドやバルセロナのほか、クリーブランド管弦楽団にも客演する。 1951年により、ウィーン国立歌劇場にて、常任指揮者を務め、ストラビンスキーの、報道者の成り行きのオーストリア初演を実現させた。モーツァルトの歌劇やワーグナーとリヒャルト・シュトラウスの楽劇、ヨハン・シュトラウスのオペレッタを得意とし、確かな様式感と豊かな音楽性によって、てらいのない自然な音楽作りを行った。コルンゴルトの楽劇、 死のとのビデオは評価が高い。オペラの他ではバレエなどの舞台音楽にも卓越した解釈を残している。日本へは1959年の大阪国際フェスティバルにウィーン国立歌劇場メンバーと共に初来日して、以降、1963年にカール・ベームとベルリンドイツオペラをはじめ、1990年代までたびたび訪れ、オペラの指揮に取り組んだ。 ありがとうございます。